5ヶ月が経過し、終わりの見えないロシアのウクライナ侵攻だけど、ウクライナ軍が南部ヘルソン州でロシア軍兵士1000人以上を包囲したという情報が飛び込んできたよ。ロシア軍は全戦力の 85% をウクライナに投入したと言われているよね。ということは、ロシアの国土や国境線は残り 15% で守っているってわけだな。そうだね。さて今回はこのヘルソン州でのウクライナ軍の反撃について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。南部ヘルソン州については、ロシア軍は全域を完全に制圧したという宣言を出していたけど、ここに来てウクライナ軍の反攻が開始されたことが伝えられてきたよ。詳細だけど、ヘルソン州でウクライナ軍が1000人以上のロシア軍部隊を包囲している状態ということを、ウクライナ政府高官が公表したみたい。ヘルソン州の地形だけど、北東から南西にかけて中央部にドニエプル川が流れているんだ。州内で渡河できる場所は州都ヘルソン東部のアントニフスキー橋と、その約 50km 東の上流にあるノバカホフカの水力発電所ダム上の道路しかないみたい。ドニエプル川はかなりの大河みたいだけど、意外と通行手段が少ないんだね。この中のアントニフスキー橋は、ウクライナがアメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースを使用したと推測される攻撃で頂上に大きな穴が開いてしまい、当然大型車両などの通行は不可能となっているぜ。だからヘルソン市などを中心にドニエプル川西岸以西に展開しているロシア軍部隊への補給路は、ノバカホフカの水力発電所ダムまで大きく東に迂回しなければならない状況になっているらしいな。ウクライナ軍は手を緩めず、その迂回路からヘルソン州に入るときに、渡河しなければならないドニエプル川支流のインガレット川に架かる橋も、ハイマースなどによって攻撃しているね。仮にこの橋に大型車両が通行できないほど損傷を与えたなら、ロシア軍の補給路はもっと不便になるんじゃないかな？さらに大きく北側を迂回することになるからな。補給を積んだ車列はウクライナ軍のハイマースだけでなく、榴弾砲の射程内を通過せざるを得ないから。1000人以上のロシア軍部隊が包囲されていることについてロシアメディアを見ると、ロシア政府が兵士たちを避難させる人道回廊設置をウクライナ側に求めていると報道しているみたい。自分たちが認めないものをウクライナに求める身勝手なロシアに、改めてずうずうしい、厚かましいなどという呆れた声が多く上がっているみたいだね。そうだな。ウクライナが民間人をモルドバやポーランドに避難させるための人道回廊を設置してほしいと頼んだのに、無視したのはロシアだもんな。どの面下げて言ってるんだ、となるのも頷けるぜ。アメリカ国防総省高官は、ウクライナ軍はハイマースや多連装ロケット砲 M270 などの兵器から、発射可能な長射程精密誘導 M982 エクスカリバーなどを使用して、ロシア軍の防空システム、レーダー、野砲陣地や武器庫などの兵站集積軍事施設、司令部などの目標へ攻撃を加え、ウクライナ全土では100カ所以上を破壊したと公表したよ。これらの目標の多くがウクライナ東部にあり、こういったターゲットはここ数週間内で破壊されたものとみられ、長射程火力兵器によるウクライナの目標攻撃能力が向上していることが背景にあると考えられているね。アメリカ軍の統合参謀本部長は、ウクライナ軍の攻撃はロシアの補給能力や指揮統制能力、違法な侵略戦争を遂行する能力を着実に削っていると指摘しているみたい。西側諸国からウクライナには多くの兵器が供与されていて、こういった長射程火力兵器を使用して、東部ドンバス地方のドネツク州やルハンスク州、原発のあるザポリージャ州、ヘルソン州などロシアが占領した地域では7月に入ってからロシア軍関連施設などで大きな爆発が続いて発生しているからね。人工衛星画像の分析や、西側諸国の軍事専門家などの話から判断する限りでは、ウクライナ軍の目標選定は非常に効果的に実行されていると考えられるぜ。また、ウクライナ軍が簡単にターゲットを選定できるわけだが、適切と言うべきか、ロシア軍の兵器保管方法や移動方法に問題があると指摘する意見もあるようだな。7月11日のことだけど、ウクライナ軍はヘルソン州ノバカホフカのロシア軍装甲を攻撃していて、これについてイギリスのセントアンドルーズ大学で戦略研究が専門のオブライエン教授の鋭い指摘があったみたい。つまりノバカホフカへの攻撃は補給線の現状やロシア軍が直面している真の問題を明らかにしたというわけだな。ウクライナ軍が攻撃目標としている倉庫のある場所は輸送に使用している鉄道拠点に近いため、ターゲットになるのは明らかだったにもかかわらず、教授に言わせるとロシアは笑えるほど簡単にウクライナ軍が特定できる場所に大きな補給拠点を置いた。それは絶対そこにあるだろうとど素人もわかるような単純な場所だったとした上で、ロシア軍は指揮系統の混乱や麻痺などで対応できないのだろうか、または道路が破壊されて移動できないので拠点を動かせないのか、どちらかだろうと判断しているよ。
要するに、推測しやすい場所に大切な拠点を置いて、不安とも思わないロシア軍の感覚が問題だと言っているわけだ。7月22日のアメリカ国防総省高官によると、ウクライナへの侵略で最近は1日あたり数百人単位の死傷者が出ているとした上で、2月24日の侵略開始以来、数千人もの部隊指揮官将校を失っているとも発言しているんだ。そのせいで部隊における指揮系統が混乱していると推定していることを明らかにしており、前述のオブライエン教授の指摘があった指揮系統の混乱と麻痺が、現実問題として発生している可能性が高いということも示唆したみたい。CNN 報道によると、ロシア軍上層部はハイマースによる後方軍事施設や兵站集積施設などの破壊に対応するため、兵器弾薬の集積場所などを、今までと異なる方法で改めて展開するなど、何らかの対応策を講じる可能性があるという意見を述べているよ。これまでネット上などでも、ロシア陸軍ドクトリンに基づいた兵站集積施設設置方法にはとてもわかりやすい癖があり、そのせいでウクライナ軍に簡単に位置を知られているのではないかという指摘もあったんだ。ここへ来て、さすがのロシア軍もその事実に気がついたのか、ウクライナ軍に発見されないように今までの展開場所を変更したり、上空から発見されないよう偽装したりなど、様々な対応策を講じている兆候があることを、アメリカ軍高官が公言したようだな。と言ってもロシア軍によるこうした対策に果たしてどれくらいの効果が出ているかは判明しないぜ。さほどの効果はないのでは？という見方をする人が多いようだ。アメリカや NATO 関係者は、ウクライナ軍の標的の選び方を高く評価しているみたいで、ウクライナ軍は体系的に標的を選択し、ロシア軍補給線を寸断したり、司令所などを攻撃して指揮系統を破壊し、進軍をほぼ完全に停止させているよね。ロシア軍すべての施設を破壊することを目的として前線の後方約 8km 以内を標的に対する攻撃を波状的に繰り返しているってわけ。このような戦況を踏まえて、この戦争は新しい段階に入ったとみなす意見が出てきたんだ。ウクライナからすれば、戦闘機戦闘の両面で攻勢に出る理由があり、ハイマースなどの支援によってウクライナ軍の死傷率は低下しているよ。一方、ロシア軍死傷率が増加していること、ロシアが占領地域での住民投票の実施を進めるなど、実質支配を固めようとする動きを見せているから、そうなる前に何としても非占領地を奪還したいという考えがウクライナにはあるんだろうね。非戦闘面に目を向けると、停戦終戦後を見据えたウクライナ経済回復の必要性と、世界的な景気落ち込みによってウクライナを支援している日本を含めた各国政府に対して、支援をしまわせて、戦争を終結させろという圧力が出てくることも懸念されているからな。確かにゼレンスキー疲れなんてひどい言葉が一時ニュースに上がったもんね。でもそれを言うならプーチン大統領の方が攻めを追うべきだろうけど。前述のオブライエン教授によると、第一段階はウクライナ領に侵入したロシア軍がキーウ占領を目指した電撃侵攻作戦が失敗し撤退した3月末までになり、第2段階は東部ドンバス地方の新ロシア武装勢力を支援しながら、ルハンシク州とドネツク州を完全制圧し、独立国家樹立もしくはロシア領への併合を目指している現時点までとされているよ。そして今後は、ドンバス地方の侵攻が停滞し、ロシア軍軍事力低下が続き、戦線膠着状態となっている現状がウクライナ軍反攻によって非占領地を奪還する可能性が高まりつつある新段階になると思われるんだ。しかし、ウクライナは単独でロシアに対抗することは難しいだろうし、アメリカ、イギリスなどの西側諸国の軍事援助に頼らなければロシア軍と対峙することはできないよね。となるとロシアがどこまで長期戦に耐える国力を持っているのか、イランなど大っぴらにロシアを支援する国の出現という不安要素も多々あり、先行きを見通すことは非常に難しいというのが大方の見方だよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。